伊沢さんがこれに出てくるんですか。いやいやいや、作品としては素晴らしいですけど。そうですね、まあ、ド根性ガエルですね、そうですね、なんでド根性ガエルがヒーローなのかっていう話もありますけど、ごめんなさい、今これ話聞いても作品の情報にあんまりつながらないですか、この話。そうですね、この質問だと、はい、そうか、でも今回はまあ、オリジナル作品を作れるというのは、やっぱりあの監督にとってはすごくやりがいのあることじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まあ、大変ですよね。あ、そうですよね。しかも2クールとなると修羅場が長いと。修羅場が長い、といつ今度こそ死ぬかもしれないみたいな。お死ぬ覚悟でやっていらっしゃると、まあ、そうですね、もう少し何か具体的に、具体的にですか、なんか意識していることとか目指しているところとか。そうですね、そうですね、お、相当言えない、言いにくいな、相当言えない感じですか、言いにくいな、なんか なんともこうつかみどころないものを作ろうとしてて、逆にそのなんでしょうね、こうちょっと振り回されてほしいというか、見てる人に振り回されてほしい、というものを目指してます。まあ、それこそあの大森監督の作品でいうと、あのバッカーノとか、もう本当に構成がトリッキーで、もともとは成田凌吾さんの原作もそうなんですけど、トリッキーな構成だったし、でデュラララも人一回見ただけじゃんって思うようなことがいっぱいあって、最後もう一回見て、ああこうだったかなみたいなことを思うようなことが多かったですけど、そういうテイストはやっぱそういう方向じゃないかもしれない。え、あ、そうなんですか。何、さっきから質問すればそれほど分からなくなってくる。はあ、僕もよく分かってないかもしれないですね。海のものになるか山のものになるか。あ、でもそれだけ新しいものを作ってると、まあなんか自分ではあんまりやったことないことにはチャレンジしてるつもりです。そうなんですか、はい、でも夏目友人帳とあのデュラララ両方作れる方がまだ新しいことって言われると、いやいや、一体何があるんだろうという感じがしますが、とりあえず今回はサムライフラメンコというタイトルと、このビジュアル、そしてあの倉原千夏さんが、はいはい、キャラクターデザインするってところまでは、はいはい、明らかになっているんですけど、ええ、あともう一本 VTR いくんですか。もう一本、もう一本の VTR が届いてるんですけど、謎のこれいいんですか、本当に謎の人物から。あ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい、そうだ、あの倉原さんからメッセージが来てるんだ。あ、すいません、失礼しました。倉原さんのメッセージご覧いただきましょう、どうぞ。おなんていうか、ごめんなさい、なんとコメントしたものやな、具体的な情報がないですね。よろしくお願いいたしますとしか書いてな い、そうですね、はあ、まあでもとりあえずキャラクターが、これは先ほどのヒーローの方の彼、そうですね、はあ、ヒーローの方の彼、ヒーロースーツじゃない時もあるんだよぐらいのことは、まあもちろん、まあせっかくのこんな短美なキャラが、結構あんなことやこんなことをしたりされたりしちゃうのかなみたいな。さっきすいませんね、本当にもう、いやいや、さっきあの梅津監督の時にそれとほとんど同じことを言ったような気がそうでした、すごいするんですけど。さあ一体どうなるのか分かんないんですけど、あともう一言、先ほど言った通り謎の人物からの VTR が、はいはい、届いてるそうなんで。そうですね、じゃあそれをちょっとご覧いただきたいと思います、どうぞ。覆面脚本家ノイタミナ、僕ねノイタミナ大嫌いなんですよね。作品自体別にですけれど、最初にロゴ出るじゃないですか、アニメーションの常識をひっくり返すみたいなのがすっごいシャラ臭くて、もうなんかそんなノイタミナでまさか新作をやるだろうと。あとフジテレビもあんまり好きじゃないんですけど、まあいいですね、そういう久しぶりのオリジナルなんで楽しいなというのと、なんかやっぱオリジナル大変だなとかいうのが非常に入り混じって複雑な心境ですね。なんかこう原作付きの方がこう書き写すだけだから楽だなとか、そんな風なことをなんか頭をよぎったりはドキドキしてます。大森監督、コンティを早く、とにかくコンティを早くとみんな言ってます。でも僕はコンテが速くなるとシナリオに追いつかれるんで、僕だけは監督の味方です。頑張ってください。すいません、これ謎の人物っていう風な話なんですけども、ですね、僕いやいや、アニメ好きなんで、
あのなんですか、原作書き写す、スケキオ、スケキオ、スケキオです。あくまで犬神家の一族を、そうなんですね。じゃ あ, あのとりあえず今回、あの原作に足を突き出して死ぬまではちょっと我慢してていただいてね。わかりました。この方が誰であるか、分かってる人もあの言わないのが花みたいなことで、まあとりあえずは、横溝正史ですきっと。じゃあそれではですね、さまざまなあの情報が、まあ、あんまりなかったんですけど、とりあえず謎めいていることは分かりました。サムライフラメンコ、喋りづらいと思うんですけど、あの、はい、大森監督、最後にメッセージを一言あのご覧になっている方にお願いします。そうですね、はい、あの老若男女、そうですね、深夜にもかかわらず見てくださっているいろんな人にあの笑って楽しんでお休みになってもらえるような作品を目指してますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。でそしてこちらのサムライフラメンコもあの今回ちゃんとあのノイタメの公式アプリで、はいはい、あの得点が用意されているということですので、キーワードの発表を大森監督にお願いします。はい、キーワードはサムメンコあ、すみません、サムメンコって言いましたけど、あ、こうつかないね。基本的には、キーワードはサムメンなんですけど、サムメンコっていうのはもう現場では、現場ではね、現場ではサムメンコっていうふうに呼んでらっしゃるんですね。略して、略して、サムメンコと、さっきのスケキヨとも、お、サムメンコどうしてるみたいな、まあそんな感じですね。会話がなされてるわけです。ということでサムメンコで、あの覚えていただきたいんですが、公式アプリにはサムメンというですね、コメントを、はい、入れていただきたいというふうに思っております。まあ、情報本当にこれからおいおい分かることだと思いますが、サムライフラメンコに期待したいと思います。大森貴博監督、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ2013ノイタミララインナップ発表会、さまざまな情報、本当に初公開の情報をたくさんでお届けしてまいりましたが、最後にですね、本日出演していただいた皆様に再びご登場いただきたいと思います。どうぞ。そして10年目というコメントがありましたが、9年だったノイタミナ、これから10年目を迎えるわけなんですが、それでは皆様最後真ん中にラインナップしていただいてもよろしいでしょうか。お並びいただきまして、ここでご登壇いただいた皆様から最後に一言ずついただきたいと思いますが、本当にあの木村さんとお会いしてたのがずいぶん昔のことのような感じがする。そうですね、盛りだくさんの発表会でしたが、木村さんからお願いいたします。はい、なんかもう大好きな、本当になんか個人的にも非常に愛着のあるノイタミナという枠にまたこうして関われて、こういう場に立てて、楽しかったです。銀のサジ一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、はい、茅野さんお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。今回はあの花が劇場版で帰ってきますということで、この場に立てて嬉しく思っています。あのはい、雪圧もいるのではいはいはい、はい、なんか一言欲しいなと思ってます。お、雪圧としてまたメンマに会えるななんて言うんでしょう、あのマキシマのわあ、すごい、ありがとうございます。無茶ぶりに答えていただいて、あのなのでどうぞよろしく、なのでってよくわかんないですけど、あの素敵な夏の思い出を作ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては桜井さんお願いします。はい、サイコパスの方まだまだいろいろ皆さんを、楽しませてくれそうな展開が待ってますし、あとあの花もですね、劇場版公開されますので、ぜひと皆様楽しみにしててくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。そして関さんお願いします。
はい、サイコパスも今、一応終わっておりますけれども、なんかいろいろ続いておりますし、いつになったら重大発表があるんだろうかっていう、本当に9月にあるのかなっていうところをまず楽しみにしていただければと思います。やる際には頑張りますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では日高さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。10月から放送となりますがリレーどんな、まだまだ謎な設定だったりとかはありますけど、私自身精一杯頑張っていい作品になるように心がけていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。では梅津監督お願いします。僕はテレビシリーズの監督って9年ぶりになるんですね。で、実にこうオリジナルにこだわりを持ってまして、で次回オリジナルをやるときは自分で悔いのないようにやりたいってずっと思ってました。で今回ずっとワインのように熟成させて今ここでやっと発表できるっていうのはとても嬉しく思います。よろしくお願いします。そして大森監督お願いします。今日はほとんどどんな作品だか全く分からなかったと思うんですが、まあ、鋭意制作中でありますのでどうぞ期待してお待ちください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと本日出演された中で唯一阿久津さんだけ戻ってきてないんですけど、阿久津さんはですね、ノイタメララジオで聞けますんで、よかったら7月からホームページの方で、ご覧いただきたいというふうに思っております。であとノイタメのアプリがリリースになって、ノイタメの最新情報やアプリならではの便利機能を搭載してますので、ぜひダウンロードしていただいて、今日発表したキーワード、実は各番組の公式アカウントがつぶやいたりしてますからね、遡ったりしていただいて入力して得点、手に入れていただきたいと思います。そして7月からはまずはノイタメの本放送は銀のさじが7月の11日の木曜日の25時10分から、そしてあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのスペシャルオンエアが7月の11日の木曜日の25時40分からとなっておりますので、まずはそちらからご覧いただきたいと思います。個人的なアニメファンとしてもこれからですねバッチリ録画して、なおかつリアルタイムでも見ていきたいというふうに思っております。ということで本日は長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。司会進行日本放送吉崎さろりでした。ご登壇の皆様にもう一度大きな拍手をお送りください。配信ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。配信見てていただいて。